やっぱ形成していかないといけないと思っているので、そうじゃないと行き当たりばったりで生きて世の中の流れに任せてしか生きていけない人材が増えてしまうので、もうどんな価値観であってもいいから自分はこういうふうに生きたいんだとか生きるんだという、まあ、そういうことが必要だなと思っていて、ヒューマンイノベーション、まあ、教育グローバル人材育成全体をやらなきゃいけないと思っているのと、あとファミリーイノベーションってまあちょっと無理やりな言葉を使ってますけども、まあ、その高齢者が増えるから少子化対応だっていうのではないんですが、やはり、まあ、あの若い人材が増えていくということが、まあ、活力を生んだり新しい発想を生んだりするとも思うので、あの少子化対応しなければならないし、あと女性により一層あの三重県活躍してもらわないといけないし、でそれから高齢者のパワーも活用しないといけないということで、その家族の在り方をイノベーションするんだというのではないです。その家族の在り方っていうのはそれぞれにそれぞれの価値観であっていいので、その女性が活躍しようと思うためにどういうサポートをしたらいいのかっていう、そのファミリーの、まあ、家族の部分においても、まあ、今まで全くその行政とかは手を突っ込んでこなく、手を突っ込んでた言い方変ですけども、あのもうお任せになってましたけれども、まあ、そうもいかない状態になっているんじゃないかなということで、こういう部分も考えられている。それからあとそういうのを支える、まあ、やっぱりサービスのイノベーションと、三重県は、まあ、あのちょっと IT が僕は遅れているんじゃないかと思っているので、まあ、サービスと ICT のイノベーションが不可欠じゃないかなと思っている。一方で僕は今日もう一つ言いたかったのは、あのどんな時代になったとしても変わらないものが多分あると思ってて、2053年には遷宮があるわけですが、第64回式年遷宮というのがあると思いますけども、絶対行われますよ。どんだけ三重県が133万人じゃなくて100万人になっていても、きっと遷宮というのは絶対に行われる。で僕はその今思っているのは、ここに地方のメッカか地方都市のメッカかということなんですけども、まあ、例えばダボスっていうところは人口1万人しかいない村ですけれども、ダボス会議が開かれることですごいブランドが高くなってますよね。であとブルゴーニュにあるロマネ村っていうのはロマネコンティっていうので、もうめちゃくちゃちっちゃい村ですけども、まあ、超有名になったわけですよね。でスキーでカナダに行くとウィスラーっていう、まあ、ちっちゃい町がありますけども、それもまあめちゃくちゃ有名になってるわけですよね。それこうなんかその地方都市、自分のところの地方都市を何かこう一つの物事や一つのもののメッカ化していくということで、変わらないものを大切にしながら発信していく、取ってつけたやつは僕ダメだと思うんですけども、でそれは三重県はその伊勢もそうだし、まあ、熊野もあるし、まあ、そういうのをやりうるところは僕三重県だというふうに思っているので、ここに一つその変わっていくものへの対応と変わらないものへの対応の中で一つヒントがあるんじゃないかと思ってます。で全然関係ないですけど、僕が今その同州制の議論をされている中で、まあ、一個心配していることは、じゃあ仮に東海州なり近畿州みたいなのができたときに伊勢神宮はどうするんだろうかと。その僕はまあこれすごい、なんていうかすごい個人的な考え方なので三重県知事として捉えられるとあれなんですけども、やっぱり日本人全体のアイデンティティであり、その心のふるさとであり、日本人の原点であるので、まあ、例えばその伊勢神宮のところは、まあ、バチカン市国みたいにしてですね、このどっかの州に所属する、まあ、そういうところではなくて、もうそこはもう日本人全体の資産だということで、そこだけ違う行政区域にしてですね、やるっていうぐらいじゃないと僕はいけないんじゃないかな。それは皇居も同じだと思うんですね。ただ東京州みたいなところに皇居があるっていうのは本当にそれでいいのかって、その州知事がその皇居のところを治めるっていうので本当にいいのかっていうようなこととかね思って、まあその皇居のことは置いといて、僕は同州制の時に、まあ同州制をこう何て言うかマイナス的に捉えるんじゃなくて、むしろ今みたいにプラスにこの伊勢のブランドっていうか三重県が持っているその日本人のアイデンティティの根底みたいなのを訴えて、まあ、ここをまあ特別行政区域にせえというぐらいの話をした方がいいんじゃないか、まあ、これ半分冗談ですけど半分本気なんですけどね、まあそういうことも考えたりしてるんですが、であと食とエネルギーと医療の安全保障というのをそのまあ一定確保しなければならないということは、これ多分変わりません。2050年だとずっと変わらないことだと思っていますが、まあ、それを睨んで、まあ今の三重県ではその取り組んでいるイノベーションというのがフードイノベーション、グリーンイノベーション、ライブイノベーション、まあ、これも F と G と H と I と S なんですけども、あとは産業振興、インダストリーですね、あと観光、サイトシーイングですね、防災セキュリティですね、まあ、こういうようなことに今取り組んでいますということで、取り組んでいる内容は、
まあ、この今日お配りしたパワポの方を見ていただくといろいろと載っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。まあ、食エネルギー医療の安全保障ということで、なんでこの何々イノベーションというのをやってるんですかっていうのは、この大体何々イノベーションというのは、まあ、フードイノベーションもそうですけども、需要を、まあ、需要に合ったその出口をですね、たくさん生み出していくこと で生産基盤を確立していこうと、まあ、そういうことなんですよね。この出口がいっぱい出ていかないと、その需要に合ったニーズに合った出口がいっぱい出ていかないと、それをこう作る基盤が確立されていかないわけですよね。なので、それをこうサプライサイドに立ってその生産のところから基盤確保するというのよりは、むしろその出口を作る中で生産基盤を確立させていく、安全保障をしていくというような考え方で、まあ、このイノベーションというのをやっています。まあ、というようなことなんですけども、まあ、僕のなんか、独り言みたいなのに30分間お付き合いいただいたみたいですが、まあ、最後に本学会の期待というふうに書いてますけれども、まあ、こういうですね、今取り組んでいるイノベーションの先頭に立って、かつ、まあ、その先申し上げたような、これから三重県に必要なイノベーションの主体的な担い手になっていただきたいということもあって、まあ、ぜひこの地域イノベーション学会は僕も含めてでありますけれども、こう三重県版ダボス会議のような形でね、やっていっていただいて、こう発信をして、まあ、ここの地中海村がダボスのように有名になるみたいな、そんなんでもいいかもしれないですけども、ぜひこの今いろんな地域からも来ていただいてますが、日本全国からも来てほしいし、海外の人もね、これからどんどん増えてこの仲間に入って、こう外国の人も一緒にこうなんか三重県のことを議論したり、地域イノベーションを議論する、そんな会議にどんどんなっていくといいんじゃないかなというふうに思っていますので、僕ももちろん、顧問でしたかね、なので、ホッキ人やもんね、ホッキ人やから、もちろんその皆さん任せにするわけじゃないですけど、もちろんやりますので、そういうふうに皆さんと一緒にやれればなと。なんかまあ、今日はいろいろ考えたんですけども、まあ、よく県の行政のこともお世話になっている人多いし、まあ、改めてまあ県の取り組みとか話すよりは、僕が今そういう心配している先の、グローバル化に日本が背を向けた結果、人材育成が遅れてしまったという、その世界的に見て、まあ、よくわかんないゆとり教育っていうのをやっていたっていうことによってですね、まあ、ゆとり教育わけわかんないって言うと怒られるのかな、まあ、そういうことで、その20年後の世代の人たちや数十年後の世代にしわ寄せがいったり、こう辛い思いをしたり、あるいはその勝ち切っていく、そういう、こう意欲を持てないような状態にするということがあってはならないので、そのために私たち現役世代がしっかり頑張らないといけないと思ったので、そういう、こう悩みを吐露したというか、独り言を言ったというか、そんな感じですが、西村先生、はい、ありがとうございました。毎回ですね、本当にお忙しい中ですけど、いえ、発起人ですもんね。ちょっと忘れてたんですけど、顧問にもなってるのは顧問ですね。発起人から顧問になってたんですか。最近発起人の方が真面目に出てるので、学長も来ていただいて、あ、なるほど、発起人としての話をしてもらって、あんまり考えてなかったです。これ最後いいですね、三重県版ダボス会議、やろうよ、2050年目指して、これ、まあ、そんなに書けないでですね、その頃、独身でたかもしれない。いやいやいや、まだ生きてるでしょ、37年後。やっぱ、こき使われてるんで、30年知りたいんですけども、でもやっぱり、この30年後を考えていく、これもやっぱ、重要だと思うんです、すごくで、まあ、ちょっとまあ、いろんなことがあって、今日一日いろいろあるんですけども、バッティングさせないといろいろあったんですけども、どうでもいいんですけども、やっぱりビジョンを語るってことが一つ重要だと思う。特にこの三重県がこの30年後どうなるのかって、やっぱり皆さんとある程度ですね、共有化して、でそれでじゃあ10年、20年後、10年後、5年後、1年後、明日どうするか、でそうしないと明日決められないですね、今日やることも。だからそういう意味で言うと、こういうのはやっぱり僕は知事がやっていただいて、まあ、知事だけで考えるんではなくて、やっぱりこういうダボス会議なのか、皆さんが関わりながら考えていく、でその最後は知事の判断ですね、するので決断でやっていただく、というのが僕はいいのかなと思ってです、ね、そういう意味で言うと、これはなかなか難しい問題ではあるんですけども、
ものすごく意見が一致したのは、僕は伊勢国独立っていうのを、これに向けてですね、あそこに野望を言いたいという方がいますけど、なんかそういう一つの考え方も、あの答えも一つになるかもしれません。そういった自立していって、自分たちで立っていくっていうのかな、あると思うんですけども。ということでですね、まあ、ここからは議論をしていきたいと思うんですけども、知事のご意見に対して、じゃあ、これは対処交渉から一度ご見解いただきましょうか。久美さん、いかがでしょう。いきなり振るのがこの回に決まりました。やっぱりあれですけど、まあ知事の提案されて、まあ、三重県バンダムス会議、それから特区じゃないですけど、その、ね、三重県最近成人軍のバチカンだったりというのは、非常にちょっと面白い発想だなというふうに思いましたというのはですね、まあ、こういう三重県2050年というと、私の場合だとちょっと大丈夫です、大丈夫しますけれども、はい、やっぱり、これからその2050年ぐらい日本の人口が1億切るような時代を睨んでどうしていくのかなって考えていくのが非常に重要だと思います。それからその頃になるとね、中国ももう生産年齢人口ピークを打って、まあ、今日本がもだえ苦しんでいるような状態が、まあ、韓国は日本の人口半分以下だから、また違った意味で厳しい状況に追い込まれるし、中国も非常にやっぱり矛盾が吹き出してくると、そういう中でやっぱりこの、まあ、ちょっとのんびりはしてるけど、この安定した三重県、逆にその三重県流の生き方って、まあ、これ努力せずに自然体じゃダメだけども、これから我々が意識を高くしてやっていけば、その頃の世界の一番その羨むような地域にもしかするとなってるかなと、で、まあ、精神的な安定のあれとしても、まあ、伊勢神宮とかね、その自然の神々の座っていうような、まあ、こういうあたりを目指してやっていくのは、やっぱりこれから の地球人口が90億100億になっていく時代の、そしてまあつつまし役のも心豊かな社会、こういうのはっていうのはやっぱり目指していくべきだと思うし、それに近づけていくためにどうやっていけばいいのか、縮小、まあ、そのためにやっぱりうちにこもるんじゃなくて、逆に外へ出ていく、視野を広げていくと、そういうことが逆にまた地域をより良くしていく、濃いものにしていくのかなと、そういうふうな気がしました。ちょっと漫然とした感想でしたけど、この多分そのイノベーションの定義にもかかってくるかもしれないんですよ。どこかでイノベーションというと、まあ、シューテンターといろいろ人たちが新しい技術を作って社会が変わっていって、経済成長を伴いながらやっていくイノベーション、これはいいんですよ。で、僕は2つのステージがあるのかなと思ってて、まあ、例えば日本だったら江戸時代っていうのがあって、でそこで非常に安定化した、まあ、社会を作っていると、住んでないから分からない、そうだとしたら、でもそこが疲弊してきた中で、世界が変わっていって、あるイノベーションが起こってきている中で、欧米から遅れたと。それを追いつくための100年ぐらいの、多分高度成長というイノベーション、社会変革のイノベーションがあると思います。社会変革というのは、その技術面からというか、インフラ整備のイノベーションが起こると思います。で、それがおそらく世界でもトップレベルまで来て、まあ、人口的な減っていくというのは、安定期に来て、これ以上、今までのアクセル踏んでても、もう社会が、なんていうでしょう、今までのやり方では幸福にならないというふうに来たんで、いや、まあ、空回りしていると考えても、アクセルを外したときに、じゃあ次のこの時代の中のどういう社会を作っていくかというのは、実は答えができていないんです。だからそういうステージにあったときのイノベーションというのは、これもしかしたらさっき久米さんがおっしゃったような社会変革的にですね、ここまで作ったインフラをどういうふうに生かしていくのか、